2、3日ぶりに動画撮ってるんですよね。僕大体1週間遅れぐらいで動画を撮ってるんで、全然気づかなかった方も多いかもしれませんが、サボってました。で、これなんでサボってたかっていうとですね、この2、3日とにかく人と出会うことが多くて、いろんな人にありがたいことに誘ってもらって飯行ったりなんだかんだりっていうことで、まずはこの誘ってもらってあんまりこう関係の深くない人たちの前でもしっかり YouTuber で言えるほど YouTuber じゃないわけですよ。普通のおっさんに戻ってしまうので、なんかカメラの方持ってくちゃくちゃ喋るのが恥ずかしくなったりするわけですね。で、まあこの2日間は何も撮らなかったんですけど、まあこれセブに限らず他の海外の国でもある問題なのかっていうか、まあ自分の問題だと思うんですけど、フィリピンのセブ島ってリゾート地なんでいろんな人が訪れるんですね。でもいろんな人が訪れて、すごい面白い人、すごいなんだろう、お金を持ってる人、すごい経験をしてきた人、いろんな人がとにかく訪れて、その人たちが割と暇をしてるっていうね。なんで、まあ時間があるんで会ってくれるわけですよ。で、会ってくれるのはすごくいいんだけど、まあそれをこう制御できないと言いますか、食事でも行きませんかと言われると、まあ嬉しくて、はい、よろしくお願いしますとついつい言ってしまうと。で、まあ昨日もそうなんですが、随分遅い時間まで楽しませていただくのはいいんですが、まあ人と会ってるだけで仕事もしてなければ何かが始まることもない。で、人と会ってもね、意外と何にも起きないんだよね。まあ本当にありがたいことなんですけどね。というか、そういう会っていただく方にはありがとうの感謝の気持ちを忘れずに時間を過ごしてですね、ちゃんとその後にここで帰りますって一言言えるようになって、仕事をするなりやるべきことをちゃんとやれればいいんですけど、まあそれができない。なんかまさか31歳にもなって未だに朝起きれないと思ってなかったもんね。どうしたらいいと思いますか。そんな愚痴から始まる日曜日の朝でした。ちなみに超大活躍中のボスコーヒーの第1号店はここらしいですよ。なんかね、フィリピンでビジネスっていうか仕事をしてる人と仲良くなると、大体みんなボスコーヒーのオーナー、名前なんだっけな、わかんない、ボスコーヒーのオーナーと俺は知り合いだっていう話をここの前の道通ると絶対する。May I have your name? Yes, my name is Cheche. Cheche? Yeah, C-H-E-C-H-E. But like, I want to be new Cheche. Wow, you want to be new Cheche? Yeah, like wow. Not a teacher. you mean you are before teacher? Yes. English teacher? Yes. So not a teacher anymore, but I want to be like a new Cheche. Like new Cheche. A manager. Like a manager, an office staff, and yes. Did you meet new Cheche already? Almost there. Almost there. Wow. No, it's very far. I can't there. See. No? Almost there. Almost. Why? Sorry. So, how do you think? About Ligu, because Ligu is a very famous company in Japan, but in Cebu it's not so famous, right? Yeah, because it's a new company in here. Yeah, exactly. But I think we will be famous. It's okay. Alright. Yes, because I think it's like almost how many months already? From June? Mm-hmm. I think they started this one from June, so it's not that easy for them to be famous suddenly.
So I hope, yeah, I know that we will be famous next year. So, but it's quite negative. For example, when I visit here, I need to pay 300 pesos to use one day. But I think 300 pesos is quite expensive, especially for Filipino. But how do you think it is? Okay. Honestly, for us, it's quite expensive. Mm-hmm. But if the internet is very, very fast also, so it's like, we don't mind about the money because we are ready to spend money if the quality is also good. So in here, the Wi-Fi is better. It's very good. Not better, but best. So that's why 300 for us is not that expensive. And you can also work until 10 p.m. if you want. So we don't, yeah, we can allow, yeah, that the customers will stay here until 10 if you want to stay. Usually how many? リグさんのね、いいオフィスの方が家から近いんですよ。だからこっちにコワーキングスペース借りてもよかったなと思ってたんだけど、これは僕の先入観といいますか勘違いだったんですけど、ああ今日の朝話してたこととまさにつながる。あのね、日本人の人がやっぱすっごい多いんじゃないかなと思ったのね。で、日本人の人多いと話しかけてくれるじゃないですか、こっちに長く住んでるとか言うと。じゃあもう嬉しいでしょ、話しかけてもらえると。でついつい話し込むんですよね。で手は全く動かない、口ばっかり動くと。で何もしてないのになんか妙に充実感があって、今日も働いたな、なんか良くないですよね。っていうことでリージャスに僕は行ったんですけど、意外とね日本人の人見ないんですよね。たまにね遊びに来ると、むしろそれよりねフィリピン人の若の人とか、あと海外から来てるその本当の本気ノマドみたいな人たちの方がね、リグのいいオフィス、リグさんのいいオフィスには結構います。あ、はい、あ、大丈夫です。ムズさんがいる日本人とそんな合わないっていう話をしてたらそこあったね。でもね、まあ楽しいよね、みんな面白いんだもん。ネズさんはね、ネズさんも何してる人か僕はあんまり知らないんだけど、ウェブ制作系と映像系と、あと多分末端島でツアー会社とかスキューバーダイビングとかの仕事をしてる人ですね。とにかく面白い人が多すぎるセブ、やってる場合じゃねえんだよな、すぐ浮かれちゃうからね。飯です。なんかね、日曜日のフィリピンは、日曜日のフィリピンはっていうか日曜日のセブはそんなに交通量も多くなくてすごいいい感じですよ。で、フィリピンの食事ってね、とにかく豚の脂っていうか豚の肉をやたらと焼きたがるの、ね、だから気づいたらもう豚肉のグリルつってバーベキューをずっと食べてるわけですよ。でそれにもうなんだっけ、味の素で目いっぱい味付けなんかしちゃって、でね、まあ自分で自分のことグルメだと思ってるんだけど意外とそうじゃないのね、バカ舌なんですよね。だからそんなに嫌じゃないんですよ、結構美味しいと思って食っちゃってるわけで、これが腹にたまるんですね結構ね。まあフィリピン人がそうのように日本人も長く住むと腹が出てきますよ。なんでなんかまともなもん食べないとね、意識して。自分でもちょっとびっくりするけど、フォーがヘルシーだと思ってる、このなんかちょっと雑な感じね、結局味の素地獄です。フィリピンライス、
What is the what is the name of this restaurant? Sorry, the name of this here? Pakpo. Yes. Pakpo. Pakpo is nice.